加えのステージもぜひ楽しみに見てください。はい、それでは今日もイドルクラブのステージスタート。
改めましてこんにちは。ありがとうございます。福山 PR 隊、私たち福山アイドルクラブです。よろしくお願いします。はい、それではここで自己紹介をさせていただきます。はい、いつものんびりマイペース、お菓子作り大好き、お菓子作り担当あゆです。よろしくお願いします。あゆちゃん。はい、メンバーうち韓国大好き、コリアン担当リーダーのみほです。よろしくお願いします。みほちゃん。はい、というわけで今日はあの新衣装のね、かすりの衣装、ビンゴかすりの衣装を着てますが、皆さんどうですか？かわいい。ありがとうございます。じゃあちょっと衣装の説明をしましょうか。そうですね。なんとこの衣装はですね、私たちの活動拠点である広島県福山市の伝統工芸品、織物なんですけど、ビンゴかすりというかすりを、ね、使って作っていただきました、はい。リボンとかも、そう、リボンも全部このフリフリとかも全部ビンゴガスリを使って作っていただきました、うん。ちなみに作ってくださった方はヌーストーリーの畑さんという方に作っていただきました、はい。めっちゃ可愛く仕上げていただきました、ね、かわいいですね。これでもうこれ着てるだけで何福山ビンゴですバーンみたいな感じ。そうそうそう。私たちも福山のね PR 隊なので、はい、身につけるものからね福山をアピールしていきたいなと思っております。思っております。はい、はい、というわけでね、次なんですけど結構重大な発表ですね。はい、ツイッターでもあの告知をした通り、はい、今日は私たち福山アイドルクラブの B 組ちゃんのねデビューとなってますので、はい、早速呼んでいきましょうか。はい、じゃあ呼びたいと、あ、みんな皆さん一緒に呼びましょう。そうですね。B 組ちゃんって言っていただけると嬉しいです。はい、いきます。せーの、 B 組ちゃん。はーい。イエーイ。だーい。真ん中に置いて。真ん中に。じゃあね、早速 B 組ちゃんの自己紹介をしてもらいたいと思います。はい、ピアノが大好き福山アイドルクラブ B 組みかんです。よろしくお願いします。みかんちゃん。はい、テニスが大好き福山アイドルクラブ B 組めいです。よろしくお願いします。めいちゃん。はい、みかんちゃんとめいちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、すごいですね。ちょっと A 組って言ったらいいですかね、私たち。そうそうそう。あのちょっとね、精神年齢じゃないわ、ちょっと年齢がちょっと下がりましたね。そうですよ ね平均でした。精神年齢じゃない。どう、ごめんなさい、ちょっと頭悪いで、ね、ちょっとびっくりしちゃった。ちょっとびっくりしちゃった。はい、じゃあ B 組ちゃんに質問をちょっとしてみたいと思います。じゃあ好きなことを教えてもらおうかな。私の好きなことは歴史とかが好きです。歴史、私は苦手です、歴史。私も苦手。ちなみに、その好きな歴史上の人物とかはいますか？武田信玄です。武田信玄、聞いたことある。聞いたことあるけど、じゃあの苦手です、歴史、本当に苦手。聞いたことある。そう、あの武田信玄のどんなところが好きですか？家臣に優しいところが好きです。初めて知りました。今初めて知った。ちょっとこれから私もちょっと社会とか難しくなってくると思うので、全てみかんちゃんに聞きたいかなとちょっと思っております。そうね、教えてもらおう、はい、教えてもらいましょう。じゃあ次、めいちゃんの好きなことをお願いします。私の好きなことは体を動かすことでテニスを習っています。テニス、おお、すごい。どんなことをするんですか？スマッシュやバック。スマッシュはバーンって打つやつよね。バックってどんな？左で打つ。左、ちょっとやってみて。両手でこうこんな感じ。おお。ちょっとメイちゃんのテニスしてるところ生で見てみたい ね。今度見せてね。見せて。見たいですよね。見たい。ちょっと楽しみにしておきましょう。はい、じゃあB 組ちゃん。あのデビューして最初に披露する曲はこの曲です。聴いてください。最上級パラドックス。
これね、あのもう一個ね質問。そうですね。はい。じゃあ好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物はホワイトピッツァです。何ですかそれ？ピザですか？いや違います。ピッツァです。ピッツァ。発音の問題だった。ピッツァです。ピッツァ。ピッツァ。ピザじゃないね。はい。ツァ。ツァです。ツァ。ツァ。あのそうちょっとうが入った。ツァだそうです。はい、皆さんピッツァです。はい、そのホワイトピッツァどんなものなんですか？白いチーズのピッツァです。あのチーズがいっぱい乗っかっとるね。ビヨーンってなるやつ。固まったやつ。多分知ってる。それが好きだねみかんちゃんは。はい。じゃあ今度食べさせてください。はい。すごいマイクがなくてもね声が聞こえるすごいじゃあめいちゃんの好きな食べ物私の好きな食べ物は塩ラーメンです。塩ラーメンあれめいちゃん尾道出身じゃけ尾道ラーメンかと思った。そう塩ラーメンが好き一番。尾道ラーメンも好きです。じゃけど一番好きなのは塩ラーメン。うん、おーそう私もちなみに塩ラーメンが好き。え本当に？そう、あのちらめも好きだけど塩ラーメンが好き。めいちゃんと一緒。尾道ラーメンが好き。いいな。やっぱ尾道だから。そうだ。めいちゃん尾道ですね。尾道だから。はい、じゃあみんなで今度食べに行こう。そうだね。ラーメン食べる。ラーメン美味しいから。ラーメンしか勝たん。勝たん。じゃあここでちょっと告知をしようかな。イベントの。はい、5月3日だったっけ？ちょっと飛んだね、一個飛ばした。4月言いますわ。じゃあ行こう。はい、4月25日日曜日に府中市高木町にあるオールウェイズさんというところで私たちのライブがあります。イエーイ。はい、ありがとうございます。そしてこちらはですね、全力広島応援隊福山支部の方も一緒に出演してくださいますので、皆さんぜひぜひあの予約をお待ちしております。はい、お願いします。お願いします。そして5月3日ですね。5月3日はジューニーさん主催のハッピーフレンズに出させていただきます。イエーイ。はい、詳細はツイッターなどをチェックしていただければ嬉しいです。はい。じゃあね、ちょっと今日デビューしてステージに立ってみてどんな感じがしたか、ちょっと感想を聞いてみたいと思います。楽しかったです。はい、緊張したけど楽しかったです。最後楽しかった。よかった。よかった。この調子でこのまま頑張れそうですか？はい、はい、よかったです。はい、じゃあこれから福山アイドルクラブと B 組ちゃんとね、あの4人で活動していくことが多くなると思いますので、皆さん引き続き応援よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで続いての曲で最後の曲になりました。ありがとうございます。本当に来たばっかりなの？実は？はい、というわけで最後の曲は私たちの2曲目のオリジナルソング2人の魔法です。この曲はいろいろなアーティストさんに歌を提供しているカズさんに作っていただきました。爽やかでとっても可愛らしい曲になっています。それでは聴いてください。2人の魔法。
福山アイドルクラブはステージ終了後すぐ物販を始めますので、よければ皆さん来てください。待ってます。待ってます。せーの、福山アイドルクラブと福山アイドルクラブ B 組でした。